吉住春人は、山形県鶴岡市出身のプロ野球選手、宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属。小学校3年時から、大宝寺、スター5で、軟式野球を始めると、鶴岡市立鶴岡第二中学校では、校内の軟式野球部に所属した。中学校の卒業を機に野球を終えようとしていた、ところを、公式野球部のある、 鶴岡東高校の関係者から入学を誘われたため、同校への進学後も公式野球部でプレーを継続。1年次の秋からベンチ入りを果たすと、2年次の夏に第98回全国高等学校野球選手権大会へ出場した。甲子園球場の全国大会へ登場したのはこの大会だけで1回戦で1イニングを投げて初戦敗退を喫したものの、 NPB 球団のスカウトからは注目されていた。2017年の NPB ドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスから一巡目で指名された。山形県内の高校生への一巡目指名は、NPB ドラフト会議史上初めてで、実際には、清宮幸太郎安田証券馬場孝介への独占交渉権を、指名重複による抽選で逃した末の単独指名であったが、 契約金8000万円、年俸800万円という条件で入団に至った。入団当時の背番号は26。2018年には3軍の非公式戦でチーム最多の25試合に登板。3勝9敗、防御率6.69という成績を残した。2軍の公式戦での登板の機会はなかったが、シーズン終了後には、 推定年俸800万円という条件で契約を公開した。2019年には2軍公式戦12試合の当番で防御率5.31を記録。3軍戦では24試合の当番で3勝1敗、1セーブ、防御率3.47を記録した。2020年には3軍戦22試合の当番で3勝2敗。 防御率4.89という成績を残したものの、1.2軍公式戦での登板機会はなかった。11月18日には、球団から支配下選手契約の解除を通告されると、ともに育成選手としての再契約を打診。打診の当初は現役を引退する可能性を示唆していたが、自由契約選手としての NPB 工事を経て、 同月9日に育成選手としての再契約に至った。再契約後の背番号は139。最速時速 151km のストレートに、スライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップといった変化球が武器。ソフトバンクへの入団3年目まではオーバースローで投げていたが、育成選手に転じた2021年からサイドスローに取り組んでいる。 20歳にして球団から支配下選手契約の解除を通告された直後には今は野球に対する気持ちが切れかかっている部分もあると発言するなど現役引退を視野に入れていたこのような状況を憂慮した先輩投手の石川修太がかねてから親交のあるダルビッシュ優に連絡その際に吉住の連絡先も教えたところダルビッシュが電話を通じて もったいないんじゃないのと吉住に問いかけた。吉住自身はダルビッシュと面識がないものの、この突然の問いかけがきっかけで引退を本意。結局、育成選手から支配下登録選手への復帰を目標にソフトバンクで現役生活を続けることを決めた。ダルビッシュは吉住の再契約を本人から LINE で伝えられた直後に、 この短期間での切り替えやすぐに前を向けるところにセンスをさらに感じたというツイートを自身のツイッター公式アカウントから発信。吉住本人もダルビッシュからスライダーの投げ方を改めて教わるなど交流を重ねている。ありがとうございます。